どうも、ラッチセッションのラッチです。今日はエルボーラップについてちょっと、コツを説明しようと思います。まずエルボーラップのコツは大きく分けて2つですね。1つ目が糸を通す場所で、2つ目が、手をできるだけ肩に近づけることです。順番に説明していきます。まずヨーヨーを通す場所なんですが、先に構造をちょっと止めながら説明します。アラウンドザワールドをして、腕にかけます。この時、腕は、二の腕が90度で、水平で、そこから直角にして前腕があって、で手首は内側に曲げて中指が肩に近づくようにします。この形で、この二の腕のところにヨーヨーの糸をかけます。でヨーヨーを通す場所なんですが、手と顔の間のここの空間にヨーヨーを通してください。で通しました。で通して体を反転させます。反転させて、その同じ場所、手と顔の間からヨーヨーを出してほどけるっていうことになります。糸と腕の間に通しても、まあ同じ場所から出せばほどけるんですけど、今回の場合2つ目のこのコツとこれはちょっとマッチングしないので、まあそれはね、とりあえず置いといて、まず習得する段階では、手と顔の間で通すといいんじゃないかと思います。コツの2つ目、手をできるだけ肩に近づけるってことです。なんで近づけるかっていうと、まず、手が肩から遠かった場合で考えてみましょう。手が肩から遠いと、その分、糸が取られてしまって、肩からヨーヨーのところの糸が短くなるんですね。糸が短くなるとどうなるかっていうと、その回転する軌道が小さくなるので、回転するときに、手を回すスピードよりもヨーヨーが回りきるスピードの方が速くなっちゃって、手にぶつかって終了とか、そういうことが起こりやすくなります。なのでできるだけ手は肩に近づけて、まあ、ヨーヨー手から肩と肩からヨーヨーの糸がだいたい1対1よりヨーヨーの方がちょっと長いぐらいのつもりで回してあげると、腕を回す時間の余裕ができて、ここまで2つコツ説明しましたが、まあ、もう一つ付け加えて言うことがあるとするなら、まあ、糸がねじれるっていうことです。こう回してで体を反転させるんですけど、この時ヨーヨーは、回ってるんでジャイブ効果で傾かないで、そのままの方向に突き付けます。なので糸が半周分ねじれて、ヨーヨーの向きはずっと同じ方向を向いているということです。ヨーヨーはずっと同じ方向を向いて回っているけれども、体が半周する分は、その糸が半分ねじれて、そのねじれを吸収するということですね。ということでエルボーラップのポイント2つ、1つ目がヨーヨーを通す位置をしっかり覚える、2つ目が、できるだけ手を肩に近づけてヨーヨーが回る軌道を大きくしてあげること、そして時間の余裕を作ってあげることでした。もしこれが参考になったという方、もっとこうするといいんじゃないかということとかも、コメントの方によろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と評価よろしくお願いします。他の動画もチェックしてみてください。それではラッチステーションのラッチでした。また明日。